今日時間も限られているので、はい、共通項的な脳の使い方、心の使い方っていうこととか、はい、うちのクリニックで僕が実際来ていただいたら何をしてるのかっていうようなお話ね、うん、してみたいと思います。実はね、9月1日から新しい看護師さんが来られたんですね、はい、僕がどういうカウンセリングをしてるかっていうことで、はい、同じカウンセリング室に入っていただいて、はいはい、皆さんご存知のパソコンもない診察室ですね、一緒に入っていただくと3組入ってもらったんだけど、皆さん結構号泣されるんで。患者さんがですか？はい。何やってるんですか先生って。いや何もしてないですよって、はいはい、うん、当たり前のこと言ってるだけだけどっていう話をして、はい、結構皆さんね、ハンカチ片手、はい、あとはうちのティッシュの消費量がどんどん増えていくわ、すごいですね、はい、世界一ティッシュを使う、うん、まあ泣かせれば偉いっていうことではないんだけど、はい、結局ねベースとして心の問題をやって、2段目として食事療法とか生活習慣の改善をやって、うん、あとは大丈夫ですよって、これどんな病気でも共通なんですけど、自分を安心させてあげるっていうことをね、うん、やっていくっていうことですね、うん、今の病院の先生は今起こってる症状からね、うんうんうん、起こりうる最悪のことを淡々と言って、今日境に悪くなって生き続けますよって、ちょっとめっちゃ言います。脅しみたいなことしか言えないんだけど、めっちゃ言います。いや、良くなっていく人もいるんだからっていう話をするし、うん、やってみないと分かんないでしょうって、うん、その時に脳を使って脳の働きをして病気と向かってくださいって言うんですね、うん、脳の働き、脳の働き、はい、予約の時はカウンセリング時間30分って予約取るんですよ、はいはい、大体1時間喋ってますから。そうなんですね。いつも受付さんの大体1時間話してるんですか。長い時はね、受付さんが次の人来ましたよってコンコンって呼びに来るスタイル、うん、あ、そうなんですね、はい、ギリのギリまでやってるんです。次の人来てなかったら延々と喋ってます。あ、そうなんですね、はい、何なんですかそれ、はい、次の診察空いてたらラッキーですね。ラッキーです、はい、それはね本当その人の運だと思う、うん、あ、そういうのあるんですか。あります。延々と本当1時間ぐらい喋ってる時もあります。あ、話してる時間が長ければよりすっきりしてなんか前向きになって帰って。そうですね、はい、ちっちゃい時にあった話からずっと掘り下げていって、うん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 、本当にカウンセリングですね。本当にカウンセリングですよ、はいはい、脳の特性としてまず一つ目でよく言うのは、うん、脳は時系列が理解できないので、うん、現在過去未来っていうのが分かんないですね、うん、だから過去を憂いてもしょうがないし、うん、未来のことを不安に思ったって未来変えれないんですけど、うん、みんな医者に言われるから、うん、ちょっと脅すのが仕事みたいになっちゃってるんでね、今のお医者さんね、はい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 、そうなるんだってみんな予定立てちゃって、はい、そっちに行っちゃうんですよ。悪いスケジュールを立てる、はい、そうですね、予定を立てちゃう、それいらないよっていう話をします、うん、今国を挙げてがんイコールうん、死とか難病は治りませんよって言われるんだけど、うん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 、それはその先生が治せんだけであって、これは素晴らしいですね。治る人もいるんだから、うちのクリニックなんかは治ってる人いっぱいいますから、はい、誰かができるんだったらできるかもしれんと思えばいいよねっていう、はいはい、きちんとしたねセルフトークっていう、潜在意識と自分で対話しましょうっていう、はい、セラピーがあるんですけど、うん、それをうちは大阪なんで関西の人が多いから、うん、もうそんなシリアスにやっちゃうとまたシリアスになっちゃうから、うん、もう一人の自分をイメージして、うん、漫才してるような感じで右でも左でも立ってもらって、うん、過去の嫌なこと思い出したら、はいはいはい、もう終わったしそれって、もう一人の自分が突っ込む。なるほど、うん、今はもう病気罰ゲームじゃないから、はい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 、将来あなたの考えると、はい、なってみてから考えればいいやんって、うんうん、なるって決まってないよ、あの人私のこと嫌ってんじゃないかな、うん、聞いてみな分からへんやん、全部突っ込むんですね。入れる癖をつける、客観的に見る、はいはい、一人称で悩むと辛いんですよ、はい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 、私はどうすべきなのとか、うん、私はこうなっちゃうのねって、うんうんうん、うん、そうですね、考えるとすごく辛いね。まず二人称にする、自分をインタビューする、うん、自分にインタビューを用意する、うん、あなたどうツッコミを用意する、うん、あなたどうしたいのってインタビューするに、はい、なんか自分が自分の知り合いにインタビューするような感じで自分にアドバイスをしていくと割と客観的にいい答えが出てきます、うんうんうん、それでもシリアスになるときはちょっと今、うん、いろんな世の中の問題があって、うん、いつも使ってるのを試しづらい、言いづらいんだけど、うんうん、あなたどうしたいのって言うとまたちょっとシリアスなんで、はいはい、You どうしたいのって自分、あ、なるほど、その方がちょっと軽い感じしますね、うん、手術しようかな、こっちの方がいいかな、あっちの方がいいかなと思ったら、うんうん、言うやっちゃいなよって。いやー、そうなんですね、うん、まあ、ちょっと茶化してるように聞こえるかもしれないけど、はい、ちょっと客観的に、うんうん、自分が好きな人
だったらどうするかなとか、うん、自分じゃなくて自分の家族だったらどうするかなっていうようなこと、うん、僕も患者さんによく言うのは僕だったらこうするかなっていうか、うんうん、うちの家族だったらこうすると思いますっていうような言い方をすると患者さんが結構納得してくれる、うんうん、あ、そうなんですね、うん、では僕はなるべく自分に置き換えて患者さんの、はい、はい、相談を受けます、はい、自分がこの病気だったら何するかな、はいはいはい、うん、それがそんな風になってくれるお医者さん最高じゃないですか。まあだけど、うん、シリアスに僕も考えちゃうと、うんうん、本当にねそういうのをよくスピリチュアルなヒーリングの世界で受ける受けるって言いますけど、うんうん、そういうことになっちゃうじゃないですかってよく言われるんですけど、うんうん、もう受けないって決めてるんで大丈夫です。あ、なるほど、はいはい、そうですよね。ゆりゆりさん、いつもありがとうございます。東京在住なのですが先生にお会いしたいです。難病の膠原病と診断を受けてますと。はい、難病っていう名札はいらないです。難病っていう名札はいらない、症状があるだけです。あ、症状があるだけ、はい、難病ってすごい言葉っすもんね。難病っていう先生が使った段階で、はい、私には治せませんって言ってるんで、その先生は。なるほど、はい、違う方法を考えた。あ、そうなんですね。その先生にかかってる以上は、あのね、医者の選び方として大事なのは、その病気が治ると思ってる医者にかからないとダメなんです。はい、絶対そうだと思う。がんは治らない、この病気は治らないって決めつけてる先生のところに行って、それを患者さんが信じてしまうと、そういう共同世界ができるんだけど、僕みたいにどんな病気でもやってみないと分かんない、うん、可能性あるよって、治った人もいるからねって言って、うん、患者さんがその気になっていただいたら、うんうん、プラスとプラスの掛け算になるので、うん、出来上がってくる想像世界が変わってくる。だからね、マイナスかけるマイナスはプラスになるんじゃないですかってネガティブなこと、はい、突っ込んでくる人いるんですけど、ならないですね。ならない、ならないです。それはね、事情になるだけです、はい、っていつもそうです、ね、言い返すんですけど、ね、はいはい、より強く強化されると思います。はい、三浦先生、食のこととか心のこと、三浦先生のご自身の体験談など元気になれるお話、いつもありがとうございます。若い頃から不安や脅迫観念が強い、症状が辛く、いろいろ気になり、普通に生活ができないほどでした。そういう自分の心とやりくりする反省でした。今はだいぶ楽になりましたが、そういう症状や脳の働きすぎに良い食材や健康法などありましたら教えていただけたらと思います。呼吸をしたり、歩くようにしたり、少しでもするようにしています。これからも動画楽しみにしております。はい。昔、神との対話っていう本が世界的にベストセーラーになって、はいはいはい、その本を書かれたヒール・ドナルシュ・ウォルシュさんの講演会に行って、はいはいはい、彼はチャネリング的に神のメッセージが降りてくるんですけど、はいはい、その人はね、確か7回離婚してるんですよね。あ、そうなんですね。はい。なんですか、それ。いや、それはいいんですけど、だから 世間的に言うと、はい、自分はダメな人間なんだけど、はい、なぜか自分のことを神が選んだって、うん、そういうパターンもあるんだねって喋ってたんですけど、うん、会場の人が、ね、幸せになるコツは何ですかって言ったら、うん、彼が言ったのは、うん、プリテンドって言って、ふりをする、幸せなふりをする。動きとか表情とか笑うこととかね、すごい、それと幸せの人と付き合う、はい、幸せな人と付き合う、うん、で、まあ、人間の語源はね、パーソンっていう語源は、うん、ペルソナって仮面だっていう説があって、いろんな仮面みんな被ってるんですよね。病気の人の仮面、はい、主婦の仮面、母親の仮面、女性の仮面って、はいはい、それを今やっちゃってるなと思ったら、はい、脱ぐ、すっぴんになる。あ、なるほど、はい、今、病気の仮面かけちゃってるなって気づいたら、うん、ハグ、幸せな人の仮面をかぶる、あ、幸せな人の仮面をかぶる、はい、私もこれただのコスプレです白衣、さっきライブ始まる前に、はい、マーチさん白衣着た方がいいですかね、うん、これを一日中着てるつもりで365日24時間患者さんのこと考えては生きていけないです、はい、脱いだら普通のおっさんに戻って楽しいことをする、はい、落ち込むときは落ち込むときでいいんですけど、うんうん、脳と姿勢っていうのもリンクしているので、うん、講演でもよく言うんだけど、私の逆がすぐ笑い取ろうとして面白くないって言われるんですけど、そうでもいいんじゃない、チャレンジャーですね、はい、桜台を見てると、うん、分かる分かるっていつも思うんだけど、僕のギャグが面白くなくてもとりあえず笑ったふりしてください、そうすると口角が上がるから、はい、脳が勘違いして、うん、エーテンホルモンっていう、これはベータエンドルフィンっていう幸せホルモンを出す働きがあるんですね、うん、だから嘘でもいいからニコニコしてたら、うん、なんか知らないけど脳がこの人幸せっぽく生きたいんだなって、
歩くでいいんです。はい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 、はいはい、悩んだ時にこうやって同じ場所でグって考える人をやると、はいはい、脳は昔あった嫌なこと、この姿勢で悩んだ過去の嫌なことっていうのがガーッと引っ張ってくるんです。はいはいはい、だいたい A4 の紙で1秒間600枚ぐらい検索かけるって言われてます。だからこうやって悩み出したら、はい、あ、いかんいかんってちゃんと姿勢正して、はい、こっからここに座り替えるだけでもいいんです、はいはい、部屋の中歩くだけでもいいんです、はい、で自分が幸せな場所に行っちゃうとか、はいはい、五感に訴えることですね。好きなものを見る、好きな音楽聴く、好きなアロマ嗅ぐ、美味しいもの食べる、好きな人と喋る、うん、好きなもの、ペットとかね、子供さんとか、好きなものに触れる。はい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 、はい、うん。それだけで脳って切り替わるんで。ああ、なるほど。考えをね、考えで直すってすごい難しいんですよ。ああ、面白いですね。こんなこと考えちゃいかん、いかん、いかん、いかんってやってると、はい、人間は認めるものが現れて、見つめるものが拡大するっていう法則があるので、認めるものが現れて、見つめるものが拡大する。これって大変なことだな、うんって注目しだすと、はいはいはい、どんどん大きくなっちゃう。見つめるものが拡大するっていうその状態ってことですかね。はい、エネルギーが大きくなって。認めるものの方はどういう？だから私は病気で治らないと思っちゃうじゃないですか。はい、この病気は難病だ、癌では治らないって自分で認めちゃうと、はいはい、その通りの現象が起こって、どうしようどうしようどうしようって不安があると、その現象がどん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 大きくなっていく。はいはいはい、だから逆をやる。はい、これも治る。大丈夫大丈夫大丈夫って、そっちのエネルギーを増やしていくんです、うんうんうん、これめちゃくちゃ大切で、でこれ誰に言ってもらうかがすごい大切なだと思ってるんですけど、うんうんうん、だから三浦先生だったら気持ちがあるんだったら一緒にやっていきましょうみたいな感じで、うん、手を取ってくれるじゃないですか。そういう人となんか出会えるだけで新しいなんかいいイメージのスケジュールを未来に入れることができるんですよ、うんうんうん、まあ、あとは僕で翡翠さんという宿の本書いてますけど、はい、すごいプレミアム本になってます。そうですね、びっくりですね、はい、あれまた今リメイク考えてますんで、はい、翡翠さんからも一応 OK はいただいてますので、ああ、いつになるかわかんないですけど、もうちょっとバージョンアップして、はい、キキさん、はい、キキさん、はい、はい、ステージ4って書いてあるんですけど、はい、ステージっていうのはね、はい、西洋医学っていうのが1箇所ずつしか治療できないので、 2,3 箇所になるとステージ4です、お手上げですって言われちゃうんですけども、はい、我々がやってる東洋医学で言うと、はい、たとえがんがあっても、がんが暴れない血液の状態さえ作ればがんがあってもいいんです。別にがんが痛みをもたらしたり出血を起こしたりとかっていう状況って、やっぱ血液が汚れてる状態なんですね。問題は血液の方にある。そうなんです。東洋医学では慢病は血液の汚れって考えますから、はい、血液を汚すものは何かっていうと、まあ、単純に僕らの体は食べたものと水、それから吸った空気、はい、これしかできないので、うんうん、食べ物大事です、うん、だけどいくらいいもの食べても、うん、ストレスを感じながら食べてると、うん、ストレスホルモンが出て一瞬で血液って濁るんです。そうなんすか、うん、世界一体にいい食べ物があったとしても、はいはい、大っ嫌いな人と二人っきりで窓のない地下室で食べさせられたら消化しないんですよ。いきなりね、昨日も僕突然ありましたけど、いきなり引っ張り出されてね、たくさんの人の前で喋れって言われるとね、まあ僕は慣れてるから大丈夫ですけど、普通の人緊張しね、普通の人は緊張して喋れないですね。口乾くんですよ。緊張して口が乾くって唾液が出てないんですよ。で、実は唾液が出てないってことは胃液も腸液も出てなくて、胃腸の働きがピタッて止まってるんです。そんな状態でね、何食べたって消化しない。だから病気の時もこの病気を治すためにこの玄米を食べねばならない、食べなければってやると、うん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 、体が緊張してるので、はい、基本的に消化器っていうのはリラックスする方の交感神経が支配してるから、はい、リラックスしないと十分に唾液も腸液も胃液も出ない、胃腸も動かないっていう状況なんで、うん、ご飯の時に限って小言を言うお母さんとか気をつけてくださいね、はい、あ、これは NG ですね、はい、緊張しちゃいます。はい、子供にとってはそれペナルティーボックスになっちゃうんで、はい、そうですね。ご主人もね、はい、時々席替えしてねってよく言うんですけど、あ、そうですね、そうですね、はい、嫌なテレビ見ながら食べるとかね、はいはい、暗い新聞見ながらとかね、ああ、よくないですね。ね、この間男性からね、はい、エッチな記事はどうですかって聞かれたんですけどそれは人によりますね人によりますね人によりますね、だからステージはあんまり気にしなくていいのと、僕らの人生の目的は病気を治すことだけでもなくて、食べたいものを一生我慢することでもないので、うん、幸せに生きるっていうことが生きてる目的だから、うん、ちゃんと美味しいもの食べてリラックスして、はい、安心してください、どうせ死にますからってここ言っちゃうんですけど、あ、そうっすよね、うん、そうじゃないとね、僕らの仕事ってね、はい、ドンキホーテみたいなんで、いつか必ず亡くなる人を死なさないようにするってね、なんかすごい
前提条件がめっちゃ矛盾なんですよ。そもそも医者の方が平均寿命短いですからね職業別平均寿命で言うと、ね、本当ですか。本当です、本当です。調べてみてください。医者って寿命短いんですね。短いです。みんなストレスまみれだから、人に対して治んない治んない治んないってずっと言ってるから言ってるからだ。ああそうなんですね。自分の言うことを一番聞いてるのは自分の脳なんで、はい、自分が何かあった時にも治んないがもう刷り込まれてるんですよ、はい、例えばね、僕がくしゃみをすると、はい、周りからね、うん、風邪ひいたんですか、うん、って言われるんですよ、うん、そこで風邪ひいたと思ったら、うん、脳はこの人風邪ひきたいんだと思って、ちゃんと熱が出て鼻水が出て気づけばなんかルル飲んでるんですよ。はいはいはい、うん、そうなんですね。だけど僕はいやいやこれくしゃみって言い張るんです。ただくしゃみが出ただけ風邪ではありません。ちゃんと自分に言い聞かせてください、はい。